運よくここで125メートルタスク終わらないかな。インテリハウスから出てきてくれれば。マジできたんだけど、やっと終わった。ナウナ、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。そして今回は M4 を持ってきました。この M4 は過去に使った M4 を改良したもので、カスタム費で30万くらいするカスタムにしています。でも30万に見合った性能をしてくれているので、ミリアルはこの M4 が今のところ一番使いやすいです。歯30万もかけているので使いやすいのは当たり前ですが、それよりこの M4 のカスタムを紹介しますね。今回使う武器はおなじみの M4 です。カスタム性能はこんな感じになっています。エルゴ61、精度 2.26 モア、垂直反動35、水平反動が95になっています。30万カスタムなだけあって、かなりいい性能になっています。といった感じで、今日は2回くらいレードを回していきます。早速敵を探しに神経術あたりに行きますか。最近は寮に行くより神経節あたりの方が敵が多くていいんですよね、とか言っていたら早速いました。モアがちょっと低いので、この距離だと若干当たりづらい気がしますね。もう少しこの M4 も改良が必要かもしれません。それでももうこれで十分すぎる性能なんですけどね。別の敵の気配がするまでこの辺りでのんびりしておきます。あれ、神経節に誰かいます。なんかミリアル、マークスマンライフルを使っているときは至近距離戦ばかりなのに、アサルトライフルを使い出したとた、遠距離の敵に遭遇している気が。この辺の建物から音が聞こえた気がしたので近くまで来てみました。聞き間違いだったのかな。いや、出口付近から足音が聞こえますね。ハイドみたいな形だけど、ここで待ってみますか。なんかすみません、これ以上このレードで敵と遭遇しなさそうなので一旦帰ります。さて、今回も神経節あたりで敵を探しています。マジで最近この辺り激戦区なので楽しいんですよ。そしてちょうど着いたタイミングで接敵は激アツです。敵は2人パーティーですね。左右に分かれているので挟まれたら大変です。これは落ち着いて順番に倒さないと負けてしまいますね。左から先に倒すか。危ねえ、弾を使いすぎました。急いでリロードして次に備えます。あ、なんか倒せちゃいました。それより見ましたか、今の反動、これが30万の M4 の力です。ほぼ無反動で使うことができます。この M4 マジでおすすめなので、余裕がある方は使ってみてください。使い心地最高ですよ。それより回復して倒した敵漁っちゃいましょう。さて、どんな装備でしょうか。マジか、スリックアーマーつけてます。 M4 のカスタム台の元を取り返せましたね。そして武器は MP9。今度この武器の動画も作ろうかな。いつ作るかわからないけど、そのうち動画にします。もう一人は割と普通の装備でした。 MP9 を攻めたカスタムにしている程度ですね。そしてミリアルはスリックアーマーを持って帰りたいので速攻で帰宅します。ごちそうさまです。そしたら最後はこの M4 を使った戦闘シーンを少しだけ流して終わりにしたいと思います。あの柱邪魔だな。うまく隠れられましたね。なんとかギリギリ倒せました。
そしてここまでご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またスイッチとツイッターもやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。